プレイです。サイちゃん、サイちゃん賢いね。お前かわいいやん。お前犬みたいやな今の飛び方。ああ、あゆみちゃんも来た。あ、来た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 。クロちゃん、クロちゃんおいで。あゆみちゃんもかわいいし、クロちゃんもかわいいしね。え、今ずっとここ座っててもね、来なかったんですよ。これがね、夜プレイですって言うたら絶対来るというこの子たち。かわいいね。サイちゃんお前ほんまにな。はい、リングちゃんおいで。リングちゃん、長男坊のリングちゃんおいで。またスリ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 、かわいいなお前な。クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん、クロちゃんもかわいい言うてくれる人おるでな。ようさんな、クロちゃんねえ。あゆみちゃん、あゆみちゃん、はい、麦ちゃんです。麦ちゃんねえ、帰ってきたらまたぐるぐる言い出したね。帰ってきた時全然言ってなかったけど、この子浮き沈みがあるね、やっぱりねえ。ヘルプさんの時はちょっとやっぱりぐるぐる言うてた言うて、ポンさん帰ってきたらちょっとマシやな思ったら、今またぐるぐる言うてんね。まあ今お薬あげたやって、また AD 感与えてます。それにマオマオ入れて。なあ麦ちゃん、明日やと、まあ、酸素室来るからな。なあ、もうちょっと辛抱やからな。なあ麦ちゃんね、最近はほぼほぼぐるぐるが取れんようになったもんね。急に悪くなってきましたねやっぱりね。はい、まあ昨日の説明でね、分かってもらえたかな。ヘルプさんがね、聞いた通りをね、LINE で、ポンさんに送ってくださって、ね、説明を分かってくれたかな。まあ、おそらくね、治ることはないと思います、絶対に。ね、良くはなることはないと思う中で、ね、どういうふうにしていくかやね。な、まやちゃんトイレしてんの。あ、ネロちゃん、ネロちゃん、ネロちゃん。この尻尾がまた可愛いね、尻尾が。ねえ。あ、押した赤がな、お前。ピッてこれ触れただけでこれ変わっていくからね。あ、これあかん。逆、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 逆。これ止めなあかん。ねえ、頭止めた。あれ、これどないすんや。砂が全部落ちてまうね、これ。なんたら、あ、いけたいけた、これでいけた。戻った戻った。危ないとこでしたね。はい、ネロちゃん、ネロちゃん、あ、ブルーちゃんも出てきてます。今日は出て、モッチーね、モッチーとそれとミコちゃんがここかな。今日はブルーちゃんどうですか、調子はどうですか。いいか、クロちゃんね、上品やね。ね、君も人気あるからな、ブルーちゃんな。ちっちゃい、ほら見て、ポンさんの手で言うたらこんな感じ。ちっちゃいねな、ちょっとな。な、大きくならねん子やねんな。な、かわいいで、ね、ブルーちゃん。な。はい、クロちゃん。ああ。ネロちゃん、ネロちゃんおいで。これもまた可愛いんですよね、この黒猫。好きな人はほんまたまらんちゃうかな、黒猫で。ねえ、意外とこれ黒ばっかりおっても可愛いやろね。黒の部屋みたいのをしたいね。黒だけ、黒の子だけの部屋、ええやろね。黒の子だけの部屋、なんかものすごくゴージャス。はい、レオちゃんとエルサちゃんここに出ます、今日は。ねえ、レロちゃん、大人の顔になってきたね。ねえ、お姉さんだったよな、もうな。もうガキやないな、な。もう、ほんまに、お姉さんになってきた、レロちゃんは。昔の顔と全然ちゃうもんね、レロちゃんはな、もう。なあ、レロちゃんと、ね、仲良く最近はしてますね。暑なってきたから、レオちゃん、エルサちゃん上に来てんかな。これでモカちゃん、あれ、この子、ね、
モカちゃんが下に置くんでな。一人でな。モカちゃん寂しいな。エルサちゃんいてへんから。なあ。娘さんは帰ってきへんの最近。なあ。ね。モカちゃんのね。あの、子供いたら、あの子やからね。クロちゃん。さあ、それでは。してんなお前な。ご飯の時はこんな顔しちゃうもんね。欲しい欲しい言ってくるから。はい、みこちゃん、みこちゃん、ね、よしよし、ね、みこちゃんも水ね、あの足らんかってんな。脱水症状なんてかけてたもんなお前な。まあそんな感じでね、後でちょっとその話をするんやけどね、その前にキーボード、あ、仲ええな、キーボードあれ。あ、一緒におるの。ちょっと邪魔。あ、おるおる。ちょっと、ドラちゃん。ドラちゃん。ドラちゃん。ドラちゃんが取ったな。コンコロコンやな。はい、キーボード。キーボード。買わないよ。無理。よしよし。最近キーボード、調子ええな。な、外ええか。キーボね、ずっと見てるね、仲ええな、キーボードな。よしよし、な、一緒に座っとき、このベッド気に入ってんねんな、意外とな。な、ええな、これな。ね、そんな感じで。それでこっち、あれ、クロちゃん何してんのお前。誰、キキちゃんおるやん。あ、キキちゃんじゃ、あの、チャコちゃん。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 で、キーボー、あの、ヒタロウちゃんと。はい。トイレしてるか。今動いたから邪魔したかな。まあ、今日は何の話をするか言うたら、まあ、知り合いからね、バイクラブの知り合いからね、一つの写真が送られてきて、最近家にね、来る子で、お水だけ与えてるらしいんですよ。まあまあ、ポンさんの動画見てやるね。お水だけ与えて、ご飯をあげないようにして、鬼のようにね、鬼になってね、やってるようやけど、まあ、TNR されてるような猫ちゃんで、耳カットされてるんですよ。それでまあ、お水だけがそこではね、足らんような感じでね、お水だけ飲みに来る頃やけど、まあ最近その子のね、お水飲んだ後が、なんかドロドロしてる、ネバネバしてるような感じになってて、ちょっとね、気にされてて、ポンさんに相談あってんけど、まあ、ね、TNR ね、ええと思うんですよ。だけどやっぱりね、TNR されるんやったら、やっぱりね、してる子たち皆にね、ご飯が行き渡ってるかどうかいうのを、やっぱりね、ちゃんとね、管理してほしいなと思う。まあ、それはなかなかできないと思うけど、まあ、しては水なんか特にできないと思うんですよ。まあ、置いてあっても、ほとんどの子がそこに飲みに来る言うてね、水だけを。ね、置いて、水がやっぱりない。今、考えたらね、今まだ4月。4月の時点でね、お水が足らん状態でね、夏を迎えたらどうなるんですかって言いたいけどね、猫ちゃんたち、かわいそうに、冬場も。ねえ、そんな中で、ね、その子、ね、ポンさんもね、ちょっともうあまりにもちょっと写真貼っときますんでね、見てやってください。ね、それでまあ写真、これ見てもらったように、ね、痩せてんですよね。これが TNR の現状いう、ね、猫ちゃんたちがほんまに TNR されてて幸せに見えますかと言いたい、ね、やっぱりやるんやったらもう責任持って、ね、ちゃんとやってほしいなと思う。中途半端じゃなくて、ね、ポンさんも実際はこれ、ね、TNR じゃなくて自分のところで、ね、保護してやってるわけで、ね、ただし病気になったとしたらあんな子ら連れていけるわけじゃないからね。現実多分病気になってると思いますよ、あの子。ね、あんだけちょっとね、もう歩くのも、なんか犬が来ても逃げないぐらいになってるいう子だ。多分、
ねえ、ちょっとやばいかな思い持ってね、それでまあ電話させてもうて、ねえ、本さんがちょっと引き取りを考えたわけやねんけど、実際あの電話したら2日前から来てないんですよ、いうことでね、下手したらもう死んでんかな思い持ってね、まあまたあの見かけたらちょっと連絡くださいいうことで終わってるんやけど、ねえ、ほんまに辛い。あれを見て TNR されてる方、ねえ、ほんまにね、ご飯ねやってね、病院とかやっぱりちゃんと連れてったってほしいと思うね。やっぱポンさんとこもね、いろいろ言われてるけどね、あの行くときはちゃんと連れていくからね、ポンさんとこは、ここというとこはな、まあ麦ちゃんにしたらね、ちょっと細いとかいう声もあると思うんやけどね、やっぱりちょっと治らんかったね、いろいろしたけど、やっぱこういうね、体力弱ってる子が他にね、病気とかもうたり、先生とかね連れて行った時にものすごいストレスになるいうことを含めてね、ちょっと連れて行かなかったわけだけど、実際はやっぱりちょっと咳がしんどそうにしてるんでね、ちょっとは遅かったかもわからんけどね、その分ちゃんとね、あの後半はやっていきますんで、いつまでも使わかれへんけど、はっきり言うてね、肺がなくな、死んだ子はね、やっぱ戻らんからね、辛いけど、それをね、やっぱり動画もね、撮るのも辛いし、見てもらわなあかん、見て、隠したい気持ちはほんまね、ありますよ。だけど、これ隠したらもう終わりやからね、やっぱりこういう子たちのね、あのことを知って、ポンさんがどういうことでね、やって、これ成功するかもわからんし、長いことね、これ失敗するかもわからんけど、これはもうやってみなわからんことやから。やはりむやみに病院はそれで行ったかって先生に、ね、噛まれて結局検査できない状態だったからね、まあ、この子の体力的なもんもあるけどね、まあ、そんな感じでものすごいかわいそうあの子ね、まあ、あれ見て皆さんはどう思うかやね、あの猫ちゃんが目の前におってどういう行動されるかと思いますよ、ほんまにね。ポンさんあれ見てももう大体ほっとけないね、まあ他のところはね、そうして言うてくれて、あのどっかそういう保護団体もしあるあのね、あの教えてもらえたらないうことで、まあ保護団体の実態というのもね、あの教えた中でね、まあ保護団体というのは子猫ちゃんたちをね保護するね、やっぱり回転が早いからね、あのまあこれはポンさんが悪徳や思ってる保護団体ね、もうね、子猫ちゃんを5万円ください、ほんなこなしてね、まあ、そう言うたんですよ、保護団体、あのその人にね、ほな5万円なんか無理でしょ、ほとんどの人間が無理や思いますよ、5万、あの自分が買うわけでもない、ね、猫ちゃんを目の前におってかわいそうやいう気持ちがあっても5万円言われたらやっぱり無理やもん、ほとんどの人がね、まあ、それは当たり前な話でね、それ子猫ちゃんだけっていう線引きをしてるところはポンさんが許せないところでね、やっぱりそれはなんでか言うたら、やっぱりお金が儲けちゃうんかって思うからね、やっぱり。これで、その子猫ちゃんたちは、やっぱり回転が早いから、出た時には、あの、里親見つけた時は、またそれだけの5万円くださいとか、かかった費用くださいとかいうところがあるというのが実態らしいんですよ。まあ、その話もしとってんけどね。これで、まあ、どう言うたんかな。そんな中で、その人が、ほんなら、ね、はい、そうですか、言うわけないからね、言えないからね、ちょっとやっぱりね、そういう人たちにはね、やっぱりかわいそうやいう気持ちをね、踏みじむようなね、ことをするのが今の保護団体かなと思います。やっぱりそれをね、あの募金もうたりしてね、運営をね、ください、くださいって、公にね、書いてるところが多々あるんですよ。それやったらそれでね、きちっと、子猫団だけやのうて、ね、生猫ちゃんもね、同じ命やねんから、やってほしいな、ね。またこれ、ね、えらい叩くやつもおると思うけど、まあ、これが実態やからね、ポンさんとこもいろいろ叩かれてるけど、だけどそんな奴らには負けてないっていうからね、ほんまに。仕事も銭湯やってるところが多いから、だから僕、ね、ほんまにのらね、こうね、なくす、ね、気持ちがあるんかな、思うからね、ほんまに。まあ、TNR してやってるからなくすんやと言われたそれまでやけど、だけど命にね、だけどやっぱりその餌やりさんおる中でのことを考えて、やっぱりね、もっとね、団結して動かな、これはもう永遠にトカゲの尻尾切りじゃないかないう問題やなと思います、ね、ほんまに。
まあ、そういう気持ちでね、保護団体さんね、で、タッグを組んで、ね、やっぱり国を動かせたらなと思うんやけどね、ほんまに。まあ、ほんまにね、TNR される方言いたいけど、あの猫ちゃんたち見て、ね、病院連れて行き、もう多分もう死んでるんちゃうかなと思いますよ、ほんまに。もう2日来てないいうことは多分もうヨタヨタしてたいうてからね、まあ、あれ見てた中でかなりちょっとね、犬来たかで逃げへんいうてからね、怖、ほんまにもう相当だからもうしんどいんちゃうかな、ね。まあそんな感じでまだ愚痴ってもうだけどね、まあいい機会でね、いろいろな方がね、ポンハウスにね、見てくれるようにね、今登録者数増えた中でね、そういうこともちょっと含めてね、話しようかなと思った。ね、TNR 活動が悪いんじゃないからね。どっかにね、ほんまに、どっかに自分のね、お金儲けで走ってないかって言いたいんですよ。ほんまの、そういう気持ちでね、やるんやったらやめてくれって言いたい、保護団活動は。ね、子猫ちゃんもね、ね、持って行ったら5万円ください。それで出した時に5万円くださいって、まあ、かかった費用は分かるんでもないけど、まあ、ポンさんの方一応歌ってますけどね。まあまあまあ、それはね、里親になれた方は分かってもらえると思うんやけど、ね。まあほんまにね、そういうね、助けたいという気持ち、ね、ね、叩いてきた人に対して、やっぱりもうちょっとね、考えてほしいなと思うね。あの子のほんまにその子の幸せをね、潰してまうのと一緒やからね、5万円ください言うた時点で、その子、ほなら、はい、そうですか、みたいな感じだからね。はい、まあ、はい、そうですか、よか、もうほぼ、ね、もう、できない状態になってまうからね、その子の運命を変えるのは、その人であって、ね、扉を叩いてきたにもかかわらず、その人が運命を変えてるにもかかわらず、それをね、追い払うようなことするのはちょっとね、ちゃうんちゃうかなと思う中でね、まあそれが現状いう、まあまあ皆さんもね、いろんなそのね、知ってもらえたらええかなと思う、ちょっとでもね、そういうところもね、なくなってほしいな思うしね、まあそんな感じでね、またいろいろね、また騒ぐ人もおると思うけど、ね、真実を伝えたい思うからね、ポンチャンネルでは、ね。実際そこで叩いてね、そうね、やっぱりそんな思いをした人、多々いてると思いますんで、ね、それがほんまか嘘か言うのはね、ね、この話聞いて、ね、実際行動された方がわかると思います。ね、ということで、ね、今日はこれぐらいにしておきます。はい、ありがとうございます。